サンドロロッポポロはイタリアのプロボクサー。ロンバルニア州ミラノ出身。身長167センチメートル。元 WBAWBC 世界ジュニアウェルター級王者。1960年イタリア代表としてローマオリンピックボクシングライト級に出場し銀メダルを獲得した。1961年1月21日プロデビュー。 1963年11月29日、16戦目でイタリアジュニアウェルター級王座を獲得した。同王座は2度の防衛に成功した。1964年9月24日、3度目の防衛戦でピエロ・ブランディと対戦し、12回判定負けで王座から陥落するとともに36戦目での初黒星となった。 同王座は1965年3月13日に脱回した。1965年7月17日、エブヨーロッパジュニアウェルター級王座決定戦でファン、ソンブリタ・アルボロスと対戦し、15回判定負けで王座獲得ならず。1966年4月29日、44戦目で世界王座初挑戦。世界ジュニアウェルター級王者カルロス・エルナンデスに、 挑戦し、15回判定勝ちで世界王座を獲得した。同王座は一度の防衛に成功した。1966年9月10日、ノンタイトルマッチで、ニコリのローチェと対戦し、10回判定負け。1967年4月30日、2度目の防衛戦で、藤武氏と対戦し、2回 TKO 負けで王座から、陥落した。 1973年3月30日の試合を最後に引退した。ありがとうございます。